はい、皆さんこんにちは、しんです。今日も動画ご視聴ありがとうございます。今回は Apple Watch、今年出ます、シリーズ10、10周年記念モデル、こちらの CAD データ、こちらが流出したという、情報がありますので、そちらの方、お伝えしたいと思います。はい、それでは、Apple Watch シリーズ10、この CAD データを元にした、レンタリング画像、こちらを、見ていきたいと思います。今回 Apple Watch のシリーズ10のディスプレイサイズは、なんと、Apple Watch、Apple Watch のウルトラの2の 1.93 インチよりも大きくなったということで、画面のディスプレイは2インチということに、こちらの CAD データのレンタリング画像からわかる情報となっております。ウルトラよりも大きいということで、かなり操作もしやすく、見やすくなるということ、それだけ大きくなるということは、中のバッテリー、こちらの方の駆動時間が情報によりますと2倍伸びることが期待できると、情報が出てきております。今のところの情報なんですけども、ラインナップ予想が2つ出ております。49mm と 45mm のサイズのもの、それとも、46mm か 42mm のサイズ、こちらどちらかに、なるかもしれないという予想が出てきております。差別化としまして、Apple Watch Ultra シリーズに搭載しているアクションボタン、こちらは非搭載の可能性があると、こちらも情報が出てきて、情報となっておりますので、今年出る Apple Watch シリーズ10、10周年記念モデル、かなり期待ができるんじゃないかなと個人的にも思っております。またこちらのね、新たなリーク情報など入りましたら、このチャンネルでお伝えしたいと思います。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。